岸田。岸田総理。岸田文雄。お前何やってんだよ。ふざけんなよ。お前自分の給料だけ上げてんじゃねえよ。何やってんだよ。自分の所得倍増かよ。まあ、今日はロッテリアがなんと、全商に売却されちゃったって話を聞いたんだよ。記事を読んでみるよ。ロッテホールディングスは16日、傘下のハンバーガーチェーンロッテリアの全株式を 4月1日付、スキアなどを展開する全商ホールディングスの完全子会社に売却すると発表した。売却額は非公表。ロッテリアのブランドは当面維持される見通しだ。おい岸田。今日は別に、岸田のせいじゃないけど、岸田忠きの記事がちょっと見つからなかったんで、で無理やりロッテリアがこういう風になってしまった、この責任を、この国の原種たる、 岸田総理に追及しようと思う。まあ、こじつけだよ、はっきり言って。まあ、どうしてくれんだよ。ロッテリア。ねスキヤとロッテリア一緒になっちゃったよ。何やってんだよ。ロッテリア。まあ、でも、ロッテリアが経営を存続させるってことで、よかったよ。ありがとう、岸田。でも、お前、自分の給料だけ上げんなよ。俺の給料はどうなるんだよ。他の人はいいよ。俺の給料上げてくれよ。つうか、 俺の税金を一生もう免除してくれよ。もうそれでいいよ。頼むよ。結構きついよ、税金。いつまで経ってもお前、俺の暗号通貨決済できないじゃないかよ。どうしてくれるんだよ。やばいよ。何やってんだよ。お疲れ様です。